自民党の萩生田幹事長代行が消費税率引き上げの延期に言及したことに公明党の山口代表が苦言を呈しました萩生田氏は先週日銀が7月に発表する短観の内容次第では消費増税の延期もあり得ると発言しました短観短期観測というね アンケート調査主観的な調査だけを持ってうんぬんするというのは到底論外だと思っておりますさらに山口代表はリーマンショック級のことがない限り予定通り引き上げるのが一貫した方針だと強調しましたまた萩生田氏が衆議院の解散・総選挙の可能性に言及したことに対して信を問う資格があるのは総理大臣だけだと釘を刺しました